マイク・ブッチはアメリカ合衆国のプロレスラー。ニュージャージー州トムズ・リバー出身。ECW では、ノ、NO、バ、WWE では、サイモン・ディーンのリングネームで活躍していたことで知られる。マイク・シャープの息子であるアイアン・マイク・シャープのトレーニングスクールでプロレスを学び、1992年にデビュー。その後1996年より ECW に参戦し、スティービー・リチャーズや、 ブルーミーニーと共に、当時 WCW で爆発的な人気を得ていたムオーのパロディユニット部アを結成。ムオーのリーダーだったハリウッドハルカ・ホーガンにあやかり、ハリウッド・ノバと名乗って活動した。ECW 崩壊後はインディ団体を転戦し、2001年には FMW、2002年にはゼロワンに来日している。 2002年4月に WWE とディベロップメント契約を結び、株団体のオーベにてヘビー級王座と南部タク王座を獲得。2004年11月には、サイモン・議ーンのリングネームで RAW デビューを果たし、ヒールのフィットネスインストラクターのキャラクターで活動。自ら開発したとされるダイエット商品、サイモン・システムをリング上で宣伝し、 太った観客にシステムを試させては苦労していた。その後もクリス・ジェリコを破るなど活躍。名弁をサイモンシステムの宣伝用の弟子にして、以降は主にジョバーのポジションに回るも、2005年2月4日の WWE 日本公演における埼玉スーパーアリーナ大会では、観戦に訪れていたノに喧嘩を売るなどの役割を務めた。 2005年5月に行われたドラフトにてスマックダウン2移籍。同年6月12日に開催された ECW ワンナイトスタンド2005では ECW 時代のギミックであるブアのハリウッドの場として出場した。その後サイモンディーンのギミックに戻し10月9日のノーマーシー2005では新山時代のボビーラシュリーのジョバーを務めている。以降は若手ヒールコンビのジム内を従え。 プレイングマネージャーとしても活動していたが、2006年8月に選手活動からフェードアウト。株団体のブッカーを担当するも、WWE のウェルネスポリシーに違反する薬物を売買していたことが表沙汰になったため、2007年9月2日に解雇通告を受けた。WWE 解雇後、レスラーを引退し、モーゲージブローカーに転じていたが、2009年4月に、 イギリスのプロレス団体一 p w の ECW リユニオン賞ー,ーザエクストリームにてハリウッドノバのギミックで復帰を果たした。試合ではブアの名優ブルーミーニーとのコンビで一 p w 卓王者であるプロジェクトエゴに挑戦している。同団体でのレスラー復帰をきっかけに以後も IWC などイギリスのプロレス団体にスポット参戦した。6月27日には 旧 e c w アリーナにて ECW で苦楽を共にした女子レスラーフランシーンが主催したリユニオンショーレジェンズ・オブ・ザ・レイナに出場ブルーミーニーとタッグを組み FBI との部は対 FBI に勝利2010年8月にはティネの PPV である ECW リユニオンショーハードコア・ジャスティスに参戦トミードリーマー対レイベンの試合に スティービー・リチャーズと共に乱入、ドリーマーやミック・フォーリーを相手に乱闘を繰り広げた。他、アメリカのインディー団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。